橋本さん、先ほどは失礼しました。いえ、申し訳ないけど、さっきの見てました。あ、ショーの先生に逃げられちゃいましたね。少し話したいだけなんですけど。うん、でも本当にお忙しい人ですから。怒られてはないねんない。一日中研究研究で、帰宅は3日に1回なのに、毎朝欠かさず入院棟の患者さんたちを回診してて、本当に頭が下がります。ショーノが毎朝欠かさず回診、まあ何にも知らんかったら、あ、いい先生やな、いい研究者さんやなって思うけどねえ。え、大丈夫かそれ。あの、朝の回診っていうのは。ええ、ショーノ先生の日課で毎朝入院棟を見回るんです。もう何年も続けているそうで。ああ、確か3年前もそうでした。そういう熱心さがすごい新薬を生むんですよね、きっと。すみません、私もそろそろ行かないと。熱心が行き過ぎてちょっと踏み越えてはいけないところまで行ってしまった。ショーノの研究室はセキュリティ的に入り込みづらい。可能性があるやんな。ゴールドのカードキーっていうのがいる。ただ付属病院の方はそうでもないはずだ。時間も明日の回診までたっぷりある。じゃあその朝の回診でショーノを待ち伏せるってこと？ああ、それには夜のうちに忍び込んどけばいい。なかなか。なるほどね。リスキーなことするな。でもならどっから侵入する？案内板を見て考えよう。侵入か。人殺しほど悪いことじゃないにせよ、こっちもなかなか悪いことしますね。まあまあ、もうそういう段階じゃないし、もうやるだけやってやる、できる範囲でやるだけやってやるぜっていうな。まあ、こっちもそういうつもりやから全然やるけど。で、どこか付属病院へ忍び込めそうな場所はないか。いろんなところが震えるんですが、とりあえず、怪しいな。あれ？付属病院の地下駐車場、搬入口だ。出入りの業者なんかが車を止める。忍び込むならここだな。あれ、一発で決めちゃった？あ、調査完了。あ、でもこれは、あ、いや、この辺も調べられるぞ。センターの付属病院、確かこの4階フロアに枠老人の病室があった。で、他にもなんか怪しいな。調べられるところは調べちゃおう。開発研究棟、ショーノの研究室がある。ただ気楽に入り込めるセキュリティじゃない。じゃあ関係者からカードキー奪う？ゴールドのやつ。それは乱暴だな。うん、相手は善良な研究員だぞ。やっぱり病院から入り込んで朝ショーノを待つ。で、これはこの辺はセンター長室。木戸の部屋だ。この屋上の、今は用がないな。プレハブ小屋ってわけじゃないんですよね。前も言ったけど、このページはこんなもんかな。もう震える感じのところはないので。あ、いや、あるぞ。これはん？なんだこのゲート、付属病院に続いてるな。あ、そのゲートの感じ。ただここを通るにはやっぱりカードキーが必要になる。そうね。だからこの駐車場から行こうっていうことになったと。で、こっちは、あ、いや、調べられるな。これが現在地だな。センターの受付ロビーだ。で、まあ、こっちのページは今はそんな関係ないか。怪しいな。あ、でも震えるは震えるぞ。ここか。セキュリティゲート、ここから奥が開発研究棟だ。ゴールドカードがないと通れなかったあれですね。前は橋本さんのおかげで通れたけど、こんなもんかな。もう震えるポイントもなさそうなので、じゃあ OK。地下駐車場から病院に忍び込むわけね。そういうことですね。ああ、まずは侵入口の下調べからだ。一旦外に出よう。クリーニング業者、それこそ大久保くんがやってたようなお仕事の人に変装して入るんかな。ん？え？ん？え？何？
ちゃんと帰ろうと思ったんですよ。どうかされました？矢上探偵事務所さん。はい。そうだけど、警備担当の益子と申します。事務次官よりしっかりお見送りするよう言いつかりましたあら、一ノ瀬さん。ねえ、見てわかんなかった？今帰るとこだったじゃん。うん。恐れ入りますが、やはりお送りさせていただきます。タクシーまでってこと？見送りだけにしては頭数が多いな。あれ？何？ちょっと体育館裏来いよって言われてる？これボコボコにしてやんよってこと？ねえ、どこに連れてっき？いい加減答えなよ。これうちらが録音、この辺でいいか、録音してるとか思わんのかな。益子さんだっけ一ノ瀬は俺らをどうしろって？もう二度とここへ来る気が起きないようにしろって。ほーん、いいもん持ってんな。それ何それ、欲しいんですけど。ここの守衛はそんなの持ってていいのかダメに決まってんだろ。趣味だよ趣味。仕事には使える。杉浦君、スマホでムービー撮って。今は仕事じゃないってことか。これなあ、ただのお遊びだよ。だからたっぷり楽しませてもらおうか。探偵さんよ柄悪いなこいつ。いくら捕まされたんや。あ、ちょっと待って待って待って、あ、違う違う、間違えました。ちょっと待って待って待って、間違え、違う違う、間違えました。ブースト、あ、違う、ブースト切って、一旦エンブにし、ちょっと待ってや、とりあえずは数を減らそう。あ、ちょっと遅か、もうマスコさんが、マスコさんが大元ね。ちょっと待った、よし。あ、でもそれじゃああんまり人を巻き込めないですよね。あ、一体だけか、一人だけか。うん、まあまあまあ、でもこんなやつら、なんかヤクザうんぬんと比べたら大したことないですよね。あー、じゃあもうそのビリビリはちょっとめんどくさいな。杉浦君大丈夫？うちらは慣れたもんやけど、こんな大人数相手にボコボコに。あ、でもやるやん、マスコさんボコった今杉浦君が。よし、あ、じゃあ待って、まあ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 、待ち待ち。あ、でもまたまたまた一人用のアクションにしちゃった。あんまり狙って出せへんな、こう走ってヒートアクション出せる。あ、違う違う違う、ああ、うん、待ってな、こうやってこうやってこうして、あ、いや、これも巻き込めずあんまりこうきちんと狙ってな、出せたらかっこいいねんけど、やっぱその時々の運に任せてやっちゃってるからあかんのよね。まあでも、もう2対1ですよ。ちょっと待って、こっちもやってやりますよ。でもいつも通りのあれしかまた出へんかな。うん、これになっちゃうな。たまには違うヒートアクションな、 EX アクションも出してみたいところ。いやけど、なんや、 EX アクション一撃で沈んじゃうくらいやった？口ほどにもないな。あれ、なんか引っ張してる。なるほど、それで。もう手振らなくていいよ連中のおかげで帰って簡単に潜入できたね。あの肌感棒の結果的にはな、事務次官のおかげだ。縛り上げてちょっと草むらに放り込んどいた方がいいよ。あれはあれで大事件やで。どう、ここは3年前と変わりない？ああ、同じだな。そっか、思い出の中で歩き回りましたね、ここの駐車場も。この車前もなかった？黒いカムロナンバー。え、患者さんの車やとしたらまだ入院してんのかい。お見舞い来たはるご家族のかいっていう話やし。え、これやっぱ、え、この車の持ち主ちょっと怪しくない？まあええか。ほんで、いやでもな、1台しか止まってへんね。まあいいや。ほんで、潜入経路確認。まあ、あの、エレベーターになるんかな？一直線に行って平気？別になんか落ちてるとか、そんな感じもなさそうですよね。あ、いや、一応見てきていい？こういう掲示板とかもさ、なんて書いてんの？なんか掲示板の高さちょっと高くない？人が見るには。ヤグミさんもぼちぼち背高い方ですよね。見上げなあかんね。お願い、受付カウンターにて事前にご申告ください。あ、まあそういう
お、めっちゃお願いするやん。あ、でも全部違うお願いか。一個にまとめたらいいのにな、お願い。まあでも特別調べるようなもんはないかな。うん、なさそうなので、じゃあここ調べましょう。ポチッと押したら開くん。入らないの？中入ったらもうタバコ吸えないだろう。え、あとは大丈夫だ。タバコ吸うために？ここで夜明けを待つ。ふん、それはそれで怪しくない？ここ監視カメラないの？ないんか。まあこっちにとっちゃ好都合やけど。あれ、着替えちゃった。八神さん、ショーノのことはどう攻めるつもり？手持ちの情報を全部ぶつけるだけだよ。あとは向こうの出方次第。自白狙いってこと？駆け引きはなし？こと？ああ、時間さえあればじっくりやりたいけどな。でも多分綾部の裁判までショーノと話せるチャンスはこれっきりだ。かもね。だったら駆け引きや出し惜しみしてる場合じゃない。そっか。とストレートに。じゃあさ、僕もショーノのことでちょっと考えたことがあるんだけど。え？ん？なんだよ急に。どうしたん？3年前の創薬センターの事件。またその話か。あの時ショーノは大久保に濡れ衣を着せたってことだったよね。うん。ああ。でも八神さんの弁護で大久保は無罪になった。そうやな。だったらその後警察は別の真犯人を探さなかったの？ああ、そういえば。もちろん探したとは思うけど、あれからすぐ大久保くんが次の事件を起こしたろ。手が震えてる。だから多分その後は大して捜査してないだろうな。そしてそのおかげで翔野は今日までずっと罪を逃れてきた。あの放火事件というか、エミちゃんが死んじゃった事件のおかげで翔野は得をしたわけだ。じゃあやっぱりあのそのなあ、エミちゃんの事件も翔野絡みなのでは？ヤガミさんさ、その2個目の事件のことはもうええねんみたいな感じやけどさ、それでもう死刑が決まっちゃってんねやろ、大久保くん。それ、まあでもなんとかしてやりたいっていう気持ちがあったところでどうにもならんっていう考えなんかな、ヤガミさんは。まあそりゃそうか。罪を逃れてきた。そうだよね。あれで彼の正体は殺人鬼だったと知れた。なら最初の事件で患者をやったのも大久保だったろうってみんながそう思うようになった。そうやな。でもその状況ってさ、誰かさんにとってはめちゃ好都合な状況だよね。そうやねんな。うん。センターで人体実験をしてた真犯人、翔野にとってだよ。何？うん。つまりさ、寺沢恵美を殺してその罪を大久保に着せる、そこまでやる動機があの翔野にはあったんじゃない？じゃあそのために翔野は恵美ちゃんを殺したと。1回目の裁判で余計なこと言いやがってっていう恨みも多少なりあったはずやしな。お前いつからこのこと考えてた？八神さんが今の大久保の様子話してくれたでしょ。その時からなんとなく。俺は大久保くんが恵美ちゃんを殺したんじゃないとずっと信じたかった。でも信じきることができなかった。その気持ちはわかる。恵美ちゃんは本当にいい子で、うちも星野くんを疑ってしまってた。彼女を殺した人間を、大久保くんを絶対に許せないと思った。なのに犯人は大久保くんじゃなくて翔野だったのか。その可能性が出てきたな。僕の話は証拠もないし無責任に推理しただけでケツまで持てないよ。でもこれでますます翔野に会いたくなったんじゃない？
ああ、こんなに朝が待ち遠しいのは生まれて初めてだ。うん、疑いたくなくても疑う心が生まれちゃうっていうのはうちも星野くんに対してな湧いたりしてたけど、まあちょっと程度が違うけどな、八神さんとうちとじゃ対象にする相手も内容も違うけど、そういうことはあるよな。でもほんまに、うん、エミちゃん事件も翔野がやった説あるで。こんななんかえらもんな感じでこうゾロゾロ連れてかこう会心するんですね。毎朝やってんのこれ。あ、でもこんにちは、おはようございます。あなたたち、翔野先生、何か。どうやってここに。あんたにどうしても聞きたいことがあってね。これまた警備呼ばれたらもう終わっちゃうで。私に言えることなんてありませんよ。君たち、悪いけど今日は任せるから。私はこれで。お時間は取らせませんよ。失礼、あなた方はここにいてください。主演を呼んで。翔野呼ばれちゃうよな。行くよ、八神さん。え、今ここで翔野を抑えなきゃ。え、もうドタバタするってこと。いや、さすがに研究員の方々は喧嘩慣れ一切してないでしょ。え、ちょっと待って、これ戦ったわけがあかんの。ちょっと、通して通してと待って、やっていいのこれ。え、これはさ、こいつ、え、でもなんか、え、患者さんたち、やれ、パチパチじゃないね。いいの、看護師さんたち、ちょっと拍手して喜んじゃってたけど。まだ患者さんたちはわかるんですけど、あ、でも、やっぱ全然弱いですね。あ、ちょっとそんな、グーパンはまずいんじゃないですか。待て、これは、ここか。もしもし、翔野です。30秒いいから早く来てください。30秒何の話。30秒で倒せってこと。そんな、ちょっと、待って、杉浦君、もう一人任せた。あ、でも、なんとかなるか。よしよし、あ、ちょっと、焦ると失敗する。いや、丁寧に殴れば大丈夫。こいつらはグーパンで OK。 翔野、待て。待ってよ、ちょっと。でもここまでドタバタしちゃったらさ。舐めてんじゃねえぞ。いや、舐めてない。もしもし、翔野です。3分、もっと早く来てください。待って、これは大丈夫なのか。これ結構うちら悪いことしてるよな。話聞くためとはいえ、待て、でもとりあえずマスコさんが一番めんどくさいのは確実。もう一人の方は、あ、まあじゃん、まあ待ちんや、ほい、待て、まあ、寝っ転がってて、寝っ転がってる時にこれ。もう一人の方は杉浦くん任せよ。とりあえずこの、あ、もうやったん、こっちもブーストしちゃいますね。まあ、ブーストして、いつものヒートアクションがきっと出るはず。出ないんですか。もうゲージが全然なかったわ。もうちょっと雑魚戦で、あの、発見あってヒートゲージ溜めとくべきやったな。待て、まあでも2分まだあるし。あ、ちょっと待って、ヒロノさんがなんか悠長に歩いてるけど、このヒロタさん、ちょっと杉浦くんやっといてや。こうやって、これ便利。よし、もうやらせへんぜ。死んだ。よし、いや、殺してないんです。誓って殺しはしてないんですけど、乗しただけです。やめろ。捕まえられる。よし、ちょっとトイレ行こっか、一緒に。いいやんな、そういう気分やんな。行こう。ふう。いや、でもまともに話できるかこれ。え、打ち鍵。おい、早く開けるんだ。打ち鍵あるんかい。この病室であんたと話すことになるなんてね。え、ここ枠さんの。ここだったろ、枠って患者が入ってた部屋。そうなんや。
その患者をあんたはアドデックナインの実験台にして死なせた。あ、もう仮説を。手柄を焦ったか。認知症患者に何したとこでバレやしないと。何を言ってるんです。早くここから出してください。そういうことなんでしょ。犯罪だよこれは。それはそうかもしれんけどじゃあ帰るけど本当にいいのか。何が気にならないのかな。俺らがあんたの秘密をどこまで掴んでいるのか。何です、言っている意味が。モグラを動かしてるのはあんただな。はあ、私が何ですって。あれ、モグラの窓口は松金組の羽村。これ調べくれてるだけ。あいつらの仕事には満足できたか。言いがかりはよしてください。何を根拠にあなた方は今のはまずいな、生野さん。は？あんたは日々新薬の研究に忙しいはずだろ。あ、モグラがわかった。そんな人が神室町の隠語を知ってちゃおかしい。ああ。あんたはまずモグラが何かを俺に聞かなきゃ。確かに。モグラって何ですか。よくできました。神室町で人の目をえぐる連続殺人鬼。それがモグラだよ。そのモグラが生まれたきっかけは3年前のあの事件だ。あの日あんたはここで寝てた枠さんにアドデックナインを試したな。時間は多分深夜だったはずだ。だから死なせた患者をこっそり部屋の外へ運び出せた。うん。お？枠さんが死んだのはあんたにとっても想定外の事故だったんだろ。回想っていうよりまあこれは一応あんたは人目につく前に死体を隠さなきゃならなかった。想像ですね。死体はやっぱりランドリーカートに入れて運んだのかもな。あんたはとにかく死体をどこか遠くへやりたかった。その後シーツの回収に来た大久保新平のトラックが朝8時前に到着。あんたは隙を見てその荷台に死体を紛れ込ませた。ただしこれじゃあいずれ死体を見つけた大久保が警察に通報するだけだ。何の解決にもなってない。うん。すぐに誰がトラックに死体を入れたか犯人探しが始まる。それでも他にどうしようもなかったんじゃないか。多分あんたにとっても悪あがきでしかなかったはずだ。ところが予想外にうまいこと死体を発見した大久保新平は、うん、過去に傷害の前科があり自分が警察に疑われることを恐れた。そして枠さんの死体は山に埋められ後日大久保本人の自供で発見された。これが悪かったな。大久保君には感謝したろ。あんたが罪を逃れたのは実はほとんど奇跡だよ。そう思わない？運命やと思った。さっきから何を言ってるのか。けどそんなあんたに都合の悪い奇跡も起きた。大久保君の無罪判決だ。彼が無実なら真犯人は別にいるってことになる。そのまま放っておけばまたあんたに疑いの目が向くかもしれない。そこであんたは悪魔に魂売ったんだよ。エミちゃん何の話です。やったやろ。とぼけんなよ。俺が何言おうとしてるかあんたに分かってんだろ。あんたは大久保を陥れるためにある人物を今度は計画的に殺意を持って殺したある人物、誰のことですか。しらばっくれんの。生野が大久保くんを陥れるために殺した人物はエミちゃんやろ。あ、選ばせんの。もうこんなんもうストレートに行きますよ。センターナース寺沢、寺沢エミちゃん。寺沢エミ、あんたにとっては同僚でもあった大久保新平の恋人。大久保くんの無実にもつながる証言をしたしな。あんたは彼らのアパートに押し入って
まず手笠は笑みを刺した。次ええやろって思ったやろ。資料によればその傷は少なくとも15箇所だ。知りません。大久保君が毎晩睡眠薬に頼っていたことは彼女に聞いてたのかな。あんたの犯行中目を覚ますことはなかった。断酒してた彼が酒臭かったのもあんたの細工だろう。大久保君に酒の静脈注射でもしたか。やば。それでアルコールの血中濃度が上がる。下手すりゃ死ぬとこだが、もしそうなっても別に構わなかったんだろう。大久保君が酒を飲んでたであろう状況さえ演出できれば。これどう出る？そうやって大久保の犯行に見せかけると、あんたはアパートに火をつけた。何を根拠に。そんな、安心しな。まだ証拠はないよ。うん、根拠はないねんな。でもそれも、でもさっきの推理で間違ってない。言うんやな。あんたの目を見ればわかる。なあ、もしかしたらこんな風に考えてないか。アドデックナインが完成すれば多くの人間が救われる。だから自分は正しいことをしてる。正義だってな。うん、思ってそう。人が一番残酷になるのは自分に正義があると思ってる時だ。でもあんたのそれは本当に正義か。それ考える余地はまだあるやろ、自分の中に。それすらないの？あ、何をしてるんだ君たちは。どうも。ちょうど今帰るとこですよ。このアドデックナイン、まだうまくいってないみたいですね。人体実験はまだこの先も必要なんですか？は大丈夫、庄野さんは何も白状してません。でも全部暴き出してやるよ。俺にはその権利があるはずだ。推理は間違ってなさそうやな。あ、え ?3 年前。警視庁庁舎内取調べ室。ああ、おっと、すまんすまん。足が滑っちまったよ。痛かったか？あっちももう決めつけてかかってるよな。痛かったかっつんだよ。そりゃそうやんなさ。俺はやってません。何もやってないのに。てめえに泣く資格なんかねえよ。寺沢恵美が泣いた時何度もあの子を刺したろうが、この鬼畜野郎が。恵美ちゃんにやって感心したはずやのに、こんな、なあ、言葉にならへんわ。今回は一人で来てる。信じるで。変わったで、八神さんは。まだ期待は持たせられない状況だけどさ。はい。君は無実だよ。今まで誰も殺してなんかいない。だから俺はエミちゃんの仇を討つよ。君もここから出してやる、うん、約束する。うん。もっと早くこの言葉を君に言うべきだった。なのに俺は3年も。
本当に長いこと何してたんだ。俺にもう一度チャンスくれるか。もちろんです。こっちこそよろしくお願いします、八神先生。はーい、よかった。いや、まだ全然良くないねんけど。いや、でもこれ八神さんにとってもすごい一歩になってだやんな。え、いや、もうやるぞ、こうなったら。え、でも現実問題、証拠とかどうやって揃えていくんやろ。何したらいいんかな。うん、まあでも、うん、今回はここまでにしようと思います。続きどうなるのめっちゃ気になるけど、はい、次回もまたよろしくお願いします。ではでは、またね、バイバーイ。あー、激アツやったな。